ビビデバ見てますよね。ちゃんと動画のこと考えてくれてるんじゃないですか。強い。正野さんが作っていただきました朝ごはんです。ありがとうございます。あ、トウモロコシご飯もあるよ。スケジュールをだいたい整理しようと思ってて、はいはい、これ書いててんけど、来たのがいろいろ行きたいのもそうなんですけど、なんかどっちかっていうと文ちゃんとかなんか職人さんに話を聞きたいっていうのが結構目的としてあって、っていうのをこの間タコちゃんとミーティングしてそれで行ったんですよ、その時に。それが本当3日前とかで、それでいろんな人にアポ取ってみるわって言って、そのままでそれをやっていただいてるのかいただいてないのかっていうのもチェックしてないので、それを一回聞いて、いや、どういう予定になってるのか今日か、今決まってるのは日本酒の会よ。はい、あ、金曜日は一日高島ガイドの方に案内していただく、多分ほんとマネージメント高島ってこういうことに琵琶湖がなければ直線距離は近いですけど、琵琶湖ずっと回ってたんですけど、高島めっちゃいいよ。え、ほんとですか。保険も出てめっちゃ思ってたんですけど、地域創生みたいなのをビジネスとしてやりたくて、で、掃除何ができるかみたいな感じで来たのもあるんですけど、全然私の出る幕ないじゃん。皆さんそれぞれでやられちゃってる、やられちゃってるっていうか、でもやっぱあれなんですかね、動画で発信することなんですかね。それが多分一番いいんだろうね。週末に、あ、もう終わっちまった。あ、終わっちまった。終わってしまった。週末にお地蔵さんの地蔵本があって、はいはい、近所の人のお地蔵さん、これで綺麗にしてくれやる。まだすぐ落ちっけるよ。ちょうどこの時期にサルスベリーが綺麗。本当だ、サルスベリーの花、はい、初めて見たかもしれない。大きい子さんでした。大きい子さん、はい、心様です。おいで。馬サンド山中、あれが結構最近やったんですけど、畑がね、一望できる。めっちゃ素敵、この景色。何それ。いつも新しいものだから震えてる。時代の先駆者です。チーターの踊り、あ、チーターの踊りか。あ、すごい。おー、すごい。え、絶対いい図だ、これは。もう一回キスして。ちょっと待って、今これやってるから、ちょっと終わったらいい。それ私が作った。すごい。砂時計。ねえ、違うの作ろう。私作るんでなんか。すごいもん。終わったー。あれ、短っ。頑張って長く作ったのにね。もっとすごいもんよ。もっと一回こう。あ、いいじゃん。かわいい。あー。
この電車はさ、運ばれ電車にする。運ばれ電車？運ばれ電車。シシャモですよね。シシャモ。あ、もう一個シシャモとわさび。多分シシャモの卵は黄色だね。次は湖パック、違う湖。え、日本で1、2軒しか作ってないんですか？この1、2軒なんですけど、静岡がメニュー作ってたんですけど、はい、そこが多分ね、今やめちゃってるんですよ。入手困難でずっと困ってた。で、名前もわからない。形しかわからない。で説明するんやけど、誰もわからない。そうだったんですね。本当シシャモの味する気します。なんかふわっと。そっか、よかった。いや、なんか言われたからそう思ってるだけかなと思ったんですけど。ここ最近の珍味の中やったらこう爆発的に選んだわけで。いや、めっちゃ美味しいですもん、本当。で、カズノコってすっごいしょっぱいじゃないですか。あれ味付けでしょっぱくしてる。始まりは、持ちさせたんや。あ、はい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 。塩漬け。あ、そっかそっかそっか。塩漬けされてるでしょ。水の中で塩抜き。はいはい、あ、そっかそっか。その塩抜き度合いをどこでやめるかなのかな。じゃあもうそれは好み。そうですね。とりあえず軽抜くと、まずは身で醤油とんとつけるぐらいでいけるっていう。抜きが甘いとダダダダ。すごいやつとかありますよね。あれはもう例えば加工する職人さんが汗かきすぎてるのか、塩味が足りひんからこれでちょうどいいって思ってしまって、これでいけてんのか。なるほどな。これは塩漬けとかはしてないの？これはおそらくはしてない。こっちはもう誰かも誰かだけど、誰かを置いていく段階できっちり抜かれてる。塩味も微妙にないとこれもかけんのかな。わさびがまあまあいい感じで食えたら、まあ、間違いなく砂糖も。あー、なるほど。個人で加工したのかな。多分こんだけ大きいのに法外な値段になる。僕らが自分で作ろうと思う、はい、技術もやっぱ難しい。気持ちするよ。の難しいの多分、はい、頑張って考えてるのが無理や。すごいレアなものを、はい、でできた。ことはいいんやけど、あー頼む頼む頼むぐらいが頑張れ。これがいいのよ。うちはこれを探し続けてたからそう思うだけで、いやいやいや、美味しいのを出して。でも可愛い。あ、なるほど。いや、でもそれを聞くとよりなんかこうありがたみみたいな。珍しいもんや。すごい体験だ。じゃああるとしてら海っぺりしかないんですよ。海っぽりも太平洋の日本海側も探し続けてたんですけど、出会われた。名前が分かんない。この食べ物僕は知らないです。ししそれもまたサプライズな。わさび味。カズノコって結構こう身がギュッと締まって硬いじゃないですか。あれは塩漬けされてるからそうなんです。加工されてる。茹でても似たような感じ。カラの卵とかと。あ、なるほど。殻のまんまで茹でてしまえば、これも安いの高いのピンキリがあるよ。何の差なんですか？加工のうまさ。はい、そう、はい。加工段階でこんだけの材料が投入されてる。ものすごく簡単に作られてるものであれば安い。その代わり味も安いです。でもすごくこだわって作ってはったら高い分美味しい。何でもそうですしね。お野菜とかもやっぱ手かけられてる方が美味しいし、すごい美味しかったです。どうした？